皆さんこんにちは、 TK です。本日はですね、森の中に探検に来てます。目的は霞山椒を探すことなんですけど、前回出した動画でですね、やはりこの近くに霞山椒がいるんじゃないかというなんかコメントとかいただいていたので、もうちょっと詳しく探してみたいと思います。やはりですね、この湿地帯が一番怪しいと思いますので、ここの周辺をですね、もうちょっと詳しく、時間をかけて探していきたいと思います。あ、だいぶ水の方が干上がってますね。わ、はまるな。この前観察したカエルの卵らしきものはまだありますね。おっと、なんか稚魚がいっぱい孵化してますね。オタマジャクシかな、わかりますかね。よいしょ、これです、オタマジャクシですね。あー、かわいい。オタマジャクシがもう孵化を始めてます。この卵ですね、このカエルの卵。うわ、すごいある。いや、ここからですね、もう孵化し始めているやつもいるみたいですね。わあ、多いな卵が。ですね、この沼地の中を見るとですね、結構オタマジャクシかな、これ山椒魚じゃないのかな。なんだろう、もしかしたらこれ山椒魚、わかりますか。霞山椒魚かな、これオタマジャクシか霞山椒魚か、ちょっと小さすぎてわかんないんですけどね。いるんだろうか、ここ。これは、山椒魚、これ霞山椒魚の卵か。かなり孵化寸前の生態が入ってますね。ちょっとそっとしておこう。ですね、卵から帰った稚魚がその辺をうようよ泳いでるんですけど、オタマジャクシか霞山椒魚かちょっと見分けがつきませんね。ちょっとあんまりこの沼地を荒らしたくないというなんか気持ちがあるので、稚魚はそっとしておこうと思います。私がですね、探しているのは生態の方なので、この付近を冬眠中だと思われる生態をこの後も探していきたいと思います。ここはですね、前回探していたらカエルがいたところです。もうどっか違うとこ行ってるだろうなと思います。あ、なんか水場を失った卵がこんなとこにありましたね。ちょっと水場の方に移動させてあげたいと思います。これね、孵化した瞬間陸の上やったらびっくりするよね。おそらくですね、この水場の周辺のどっかにはですね、霞山椒魚の生態がいると思われるんですけどね。ちょっと3月が近づいてきて小春日和なんですよね、今日は。もしかしたら冬眠からもう目覚めて少しは活発になってるんじゃないかなとも思われます。ここにも卵がありました。
これはまだ孵化まで時間がかかりそうな感じですね。結構ですね、こう池の中を見ているといろんな卵がありますね。今ヤゴがいたんでちょっと捕まえてみようと思ったんですけどね、ちょっと素手では無理です。気をつけて歩かないとですね、結構卵がたくさんあります。この卵なんてカスミサンショウウオじゃないのかなとか思うんですけどね。ヤゴですね、ヤゴがいます。この辺りはですね、このオタマジャクシかカスミサンショウかわからない稚魚がたくさんいますね。なんだろう、小さすぎてわかんないな。稚魚がいるということは必ずどっか近くに生態がいるということなんですけどね。なんかいろんな種類の卵がありますね、両生類の。ちょっとこの辺、この付近ですわ、この付近はあの卵がたくさんあるので、あまりこう足を踏み入れたらあの迷惑がかかっちゃうんで、ちょっとこの辺は退散したいと思います。よいしょ、足が抜けない。よし、今この沼の周りをもう盲目的になんですけどいろいろ探してるんですけど何も見つかりませんね。この周りに絶対いると思うんだけどな。これだ、いる感じ、見る感じこれはオタマジャクシですね。サンショウウオじゃないな、これ映ってるかな。オタマジャクシですね。じゃあさっきからその辺うろちょろしてるやつは全部オタマジャクシだったんかなとか今思います。これオタマジャクシなのかな。こういう枯れ木のとこにいないかな。何かいる。これはミミズがいました。冬眠中だったのかな。沼の周りをちょっといろいろ盲目的に探したんですけど、カスミサンショウは見つかりませんでした。沼の中ですね、やはりなんか魚影が見えるので何かヤゴ以外の生物がいるんじゃないかなと思っているので、この新調した玉を使いたいと思います。今回ですね、ここがまっすぐなってます。少しだけガサガサしてみたいと思います。よし、この如意棒機能もですね、目いっぱい伸ばしてこうガサガサするとここの部分がちょっと弱くなるので少し手前ぐらいで止めた方がいいような感じです。ちょっとですね、向こう側は卵がある地帯なのでもうちょっと手前の方をガサガサしてみたいと思います。何か生物がいますね。ヤゴだけじゃないと思うんですけどね。よ、ヤゴでした。あとアメンボか。よいしょ、またヤゴです。まさか同じヤゴやったらびっくりするけどな、違うやつと思うんですけど。
もうさっきからヤゴしか取れませんね。わかりますかね、ちっちゃい貝がありました。貝の稚魚かな。ちょっとガサガサしてみたんですけど、ヤゴしか取れませんでした。また春先にですね、稚魚がたくさん孵化して、この沼地も湿地帯も賑やかになると思います。またその時、来てみたいと思います。今日はこの辺で帰ります。